はいどうも、夜食ハンター竹本明です。本日はですね、夜食ハントをしに来たわけでは実はないんですけども、餃子食べたいなと思って材料を買いに行って帰ってきてるとこなんですね。ちょっと忘れ物しちゃって、ニラをね買い忘れちゃったんですよ。ニラ、まあ、もう一回買いに行くことも一瞬考えたんですけど、めんどくさいんでちょっと取って帰っちゃおうかなというふうに思っておりまして、でニラ取ってくってどういうことやねんって思うかもしれないですけど、ニラってね、実はね割とねどこにでも生えてる雑草なの。その生えてる場所っていうのがこちらです。この葉っぱが実はニラです。まあ、これだけ見るとね、あの分からんって人も多いと思うんですけど、こっちにね、あの去年咲いた花とそのまあなった後実ですね、種の種子の残りがあるんで、これで分かるって人もいるかもしれないです。でここ私有地じゃないのっていうあれなんですけど、まあ私有地なんですけど、だから私有地だから取ってもいい。あのここの人に前ね、これニラですねみたいな話をしたら、そんなもん取ってもいいけど食べない方がいいよみたいなこと言われて、まあごもっともだなと思ってるんですけど、まあ取ってもいいよっていうことなんでね、ちょっとこう取らせてねいただこうかなというふうに思っております。まあどこに生えてたってね、ニラはニラですから。ちょっと匂い嗅いでみましょうかね。うわーニラだよ。なんならね、野菜と比べてね、野菜のニラと比べて非常にこう匂いが濃いというかね、香りが強くて大変ね美味しそうです。でニラもね、あの結構強い植物なので、こうブチブチちぎってもこう上だけねちぎっていくとね、またねあの数日後また生えてるぐらいの強い植物なんで、あんまりその気にしないで取れるのもいいですね。ニラってね、厳密に言うと在来植物じゃないらしいんですよ。あの誰かが植えたやつが逃げ出したっていう風に考えるのが妥当かなと思いますね。もうものの1分程度でね、一玉ぐらい取れたかな。これ持って帰ってね、綺麗にして、あこれなんかも大きくていいな。ちょっとね、あの冬の寒さにやられて少し黄色くなってる部分もあるけど、じゃあこれちょっとね持って帰って調理してみようと思います。とりあえずね、ちょっとこう葉っぱの先っぽの傷んでるっぽいとことか撮っていくか。ちょっと今回の動画の最終シーンを見て、あれって思った人結構いるんじゃないかと思うんですけど、あんなとこで撮るのみたいな。ぶっちゃけで言うと普通あんなとこで撮らないです僕も。うん、なんでかね、わかるよね。だってどう考えたってあそこさ、犬のおしっこかかってそうじゃん、電柱の脇とかさだから普通はね、僕もね絶対ああいうとこでは撮らないです。基本的にはおしっこなんかかかってなさそうなとこで撮ってください、これお願い。ただしですよ、絶対に 100% 何のそういう僕らが望まないものがかかっていないって保証は夜食材だとできないじゃないですか。それを理由にそういうの草なんか積んで大丈夫って言われることめちゃくちゃ多くて、なんならまあテレビとか出させてもらうときにゲストの方から、え大丈夫なんですかおしっことかって聞かれるのも基本オブ基本なんですよ。でそういう時に、あの一応ね回答としては大丈夫ですよ、おしっこかかってなさそうなところでやるんでって言うけど、やっぱ 100% ゼロっていうのはさ、なかなかね、あの保証しかねるというか、それ約束しちゃったら嘘になるわけですよ。やっぱり、まあ、それを理由にね取って食べるの絶対嫌だっていう人もいると思うんですよね。なんか対処法ないのかなみたいな思ってる方いらっしゃると思うので、今日ちょっとその話をねしたいなと。それでね、わざわざあんな偏僻なところでニラ取ってきたわけですよ。まあもちろんニラがあそこにね野生化して生えてるっていうのは、まあ知ってたので行ったっていうのもあるんですけどね。じゃあまあどういう風に考えればいいかというと、おしっこだからね嫌だっていうのは当然です、僕も嫌です。ただしまあ冷静に考えると、おしっこっていうのはまあその水分の中にいろんなこの犬とか猫とかの体の中でできた物質が溶け込んでいるものです。まあやっぱりね、基本的にはあのまあ尿の中で問題になるのは化学成分と細菌類だと思うんですよ。でその化学成分、尿の中に含まれている成分は尿に含まれているってことは、つまりそれ水溶性ってことなんですよ。水に溶けるから尿に含まれて出てくる。水に溶けないものは大きい方で出るじゃないですか。だったら水で洗えばいいわけですよ。ただしまあ厄介なものも少しあって、その代表がですね、ストルバイトっていう物質なんですけど、まあ簡単に言うとあの我々もそうですけど、あの尿路結石ってなるじゃないですか。あれ僕まだなってないんですけど、幸いなるとねもう地獄の痛みだって聞きます。まあその結石の原因の物質の一つでストルバイトっていうのがあるんですね。でそれはおしっこに溶けきれなかったものが結石化するわけで、なのでもしかしたらそれがかかってる、含まれてる、あるいはおしっこをかけた結果、そのおしっこの成分が蒸発してかかったこの草にの表面にストルバイトがついているかもしれないっていうのはもしかしたら言えるかもしれない。だからどうしたらいいかっていうと、そのストルバイトはね、あの酸性の液体にすごくよく溶けるという性質があります。なので洗う水をちょっと酸性に偏らせてあげれば良いわけですよ。酢水ね、酢水にする。
そんで洗えばよろしい。これでね、よく洗って、でついでに砂なんかも落としてね、しまえば。でちょっとお酢ついても別にそれでニラが酸っぱくなるってことはないです。この後もう一回普通に流水で洗えば OK です。でこれをさらにもう一回ざっと洗って、で下処理完了とします。はい、じゃあ綺麗にしたニラを刻んで、餃子を作っていきましょう。おー、刻むとニラのいい香りがしてきました。ニラってね、本当に不思議で、誰が植えたでもなくね、突然あんな感じでね、野生化するんですよ。で河川敷とかにすごい群生してるとこがあって、普通の雑草そっくりだからわかんないんだけど、ちぎるとニラの香りするんだよね。だからね、ニラポイントはね、結構夜食の界隈の人はみんなね、マイニラポイント持ってます。マジでニラなんか買ったことないみたいな人もいますからね。じゃあひき肉とキャベツにこのニラを混ぜて、でまぁ、今回はね、そういうわけで焼き餃子をね作っていこうと思うわけですが、まあ別に水餃子でも何でもいいけど、餃子っていうのはね、ちゃんと加熱するからね、いいですよね。さっきのね話で言うと、おしっこの中に含まれている成分については、水洗いと酢洗いで、酢水洗いでなんとかなりますよっていう話をしましたけども、成分じゃない部分、菌ね、あとウイルスとかもやっぱ怖いじゃないですか、排泄物だと。でそういうのはね、もう基本的には加熱以外はない、なんともなんないっすよ。だから野の草を生で食べるっていうのは、まあ、僕も時々やりますけども、一般的にあんまおすすめできないですね。おすすめしたくない。寄生虫なんかもね結構いるんですよね。水辺の野草って結構根元にですね、カンテツっていう怖い寄生虫がいてね、寄生されるとこう症状が出たりするんですけど、だからさ、やっぱクレソンとかさ、生で食べたいじゃん、みんな。でクレソン水辺に生えてるじゃん。だから水辺で取ってきたクレソン生で食べちゃうじゃん。その時に水洗いがすごい不十分だったりすると結構リスクある。だからまあ夜食まだビギナーですよみたいな人は、基本的にはね、まあ、取ってきた野草類は生で食べずに加熱調理をするっていうのをおすすめします。まあ野草に限らずですよね。お肉とかもさ、やっぱジビエ取る人、自分で刺身にしたりするけど、結構ねリスクある面も大きいですし、おすすめはできないですよね。じゃあ皮に包んでいきますか。まあでもさ、こういうこと言うと身も蓋もないんだけど、夜食に関わるおしっこかかってんじゃないの問題みたいなのの一番大事なことって、まあぶっちゃけて言うと気にしすぎないことなんすよね。本当にこういうこと言うと、これだから夜食ハンターはみたいにね思う人も多いと思うんだけど、だってさ、しょうがないじゃん。まあ言ったら江戸時代とかはさ、野菜を肥やしで育てたわけじゃないですか。でまあもちろんね、それが肥やしじゃなくなって人工肥料にねなったおかげで、寄生虫の罹患率とかすごい下がって、で今こうやって我々健康に過ごせているので、そこはねやっぱりね、日本の農業の発展によってそういうリスクから解き放たれたと。我々こういう夜食の界隈ってのは、そのリスクをまた追っかけてるようなものでもあるのでそこはねあれなんですけど、ただ別にそれは防げないリスクではない。でそれをした上で、あとのイメージの部分についてはもう対処したんだから大丈夫ですよねっていう風にね考える、そういう風に思う、それがね夜食やっていく上ですごい大事なことなのかなという風に思っております。まあだから夜食の時はおしっこのことは忘れなさいよっていうことですよ。気分の問題ってだけだから。では包み終わったので焼いていきたいと思います。最近餃子あれなんだって、宮崎県が一番消費量多いらしいね。うん、まあみんな餃子好きだからね。よし、いい感じかな。せーの、 OK、 いいんじゃないですかね、バッチリ。一応完成ですっていうか、でもなんだ、何の餃子だ、おしっこかかったニラの餃子っていうわけにいかねえしな。はい、では完成しました、野良ニラの餃子です。では食べていきたいと思います。焼き目ちょうどいいね。最近餃子焼くの結構うまいんですよ僕。いただきます。酢醤油につけて、うん、うまい。ニラが効いてますね。やっぱね、なんか野良ニラはその野菜ニラと比べると風味が強い気がしますね。おしっこパワーかもしれないけどね。うん。忘れろってね。おしっこのこと忘れましょうね、皆さん。うまいので、やっぱ飲み物合わせたいなと思うんですけど、
やっぱ餃子といえばビールじゃん。でもさ、やっぱおしっこの話した時にさ、ビールの飲みたくないじゃん、あんまり。今日コーラにしようと思うんですけど、インカコーラっていうのがありまして、これ結構ね、知ってる人は知ってるんですけど、すげえ色のコーラなんですよ。じゃん、こんなコーラなんですよ。ね、美味しそうでしょ、おしっこみたいな色でね。うん、うまい。正直どこがコーラなのかさっぱりわかんない味でうまいっす。市販の風シロップを炭酸で割ったみたいな。リアルゴールド系。なんかおしっこワードがどんどん出てきますね。うま。酒入ってないのに決まりますね。これがおしっこパワーでしょうか。はい、まあ冗談はね、そこまでにして、まあ基本的にはやっぱおしっことかさ、かかってなさそうなとこで取るべきですよ。やっぱワンちゃんがおしっこしそうなとことかさ、猫がトイレしそうなとこってなんとなくわかるじゃないですか。で、そういうところで取ったやつを美味しく食べろって言われても、それ難しいよねっていうのが前提としてあるわけで、なので夜食材を取るときはそういうのがかかってなさそうなところで取るっていうのが大前提。これが一つ目で、その上で、まあ、おしっこの成分っていうのは別にその基本的に水溶性なわけで、綺麗に洗えばね落ちますから、ちゃんと加熱して食べれば危険性は全くないです。全くないですから、そこは本当に気にしなくていいと思います。野草ってね、結構野食の中でも、僕はとっつきやすいものだと思っていて、まあもちろんね、毒草と食草の区別みたいな難しい点もないわけじゃないですけど、食べられるものとかみんなが絶対に知ってる草で食べて美味しいっていうのもあるわけですよ。ナズナとかさ、タンポポとかそうだし。今回のニラとか、あとノビルとかね、街のど真ん中に入る美味しい野草とかもあるわけですよね。で、そういうのもどんどんこう利用していけるんなら行きたいな、行ってほしいなと思うんですよ。で、その中で、まあやっぱり、ちょっとおしっことかね、気になるなってちょっとでも思ったら、よく洗って加熱、よく洗って加熱、いいですね。よく洗って加熱、よろしいですね。はい。まあ今回はちょっといつもとね、趣を変えて、まあそういう、その夜食をやる上で、皆様がネックに思いそうな、ところのちょっとお話をね、させていただきました。やっぱり楽しくね、やってほしいので、おしっこなんかどうでも行くえっていうのもまた乱暴じゃん。ね、それはすごく。なので一応こういう風に対処すれば、全く安全面で問題はなくなりますよっていうことをちょっとお話ししたかったなというので、まあ、今回こういう動画をね、撮らせてもらいました。はい。ではまたね、次の動画でお会いできればと思います。じゃあねー。うめー。